新潟競馬第5競走メイクデビュー新潟サラ系2歳新馬戦、芝の1600m、出走馬16頭で争われます。向こう正面からのスタートです。雲の合間から少し青空も覗いています。新潟競馬場芝ダート寮の発表、午後最初の競走第5競走のメイクデビュー新潟を迎えています。向こう正面での枠入り、10番のスカテナートが少しゲートの後ろ枠入りを嫌っているようですが、促してゲートに近づけます。また一歩下がりました、スカテナート。さあ促してゲート入りを促しますが、なかなか尻っぱねを見せて前に進みません。先に2番のシャインマスカットを誘導しますが、こちらも少し枠入りを嫌がります。10番のスカテナート、2番シャインマスカット。スカテナートはジョッキーが尾を持ってこれから10番ゲートに誘導をします。2番のシャインマスカット、少しうるさい仕草を見せますが、また後ろに下がります。なかなかこの2頭ゲートへと馬体を収めてくれません。後ろで8番のビーバステラと16番マイネルサーパスがこの2頭の枠入りを待っています。さあ10番のスカテナートは収まりました。2番シャインマスカット、ジョッキーが尾を持ちまして2番ゲートへと誘導します。ゲートの直後ピタッと止まって動きませんが、今ようやくゲートの中を収まりました。待っておりました8番のビーバステラが向かいます。こちらはスムーズ。最後16番マイネルサーパス、1番外16番ゲート誘導を受けて入りました。これで全馬ゲートの中体制完了。スタートしました。バラッとしたスタート。おっと14番ミルトブランコは最後方から好スタート。好ダッシュは11番のビッテルスバッハ、まずは出ていきますが、外から12番のシゲルモルダナイトが並んで花に立ちます。3番手に13番レッドアネモス、あとは1馬身内から1番スイープセレリタス、8番のビーバステラが並んで、さらに外15番のハタノリュクス、直後5番の小竹梅、内から3番ラージヒル、1馬身中段から後ろ10番スカテナート、それをかわす16番マイネルサーパス、外目から9番リゴメール、内から4番のグラディアリーが接近して、あとは2馬身差外目に出して6番のサトノエルドール、1馬身差7番のサンシヒエンの追走です。後方2頭は大きく離れまして、2番のシャインマスカット、14番ミルトブランコ、外回りの3、4コーナー中間に入ります。逃げます12番シゲルモルガナイト、リードは1馬身、2番手には13番のレッドアネモスが上がりました。内から11番のビッテルスバッハ追走して3番手第4コーナーカーブ、外からハトノリクスが並んでいって4コーナーから直線へ、先頭12番のシゲルモルガナイト、600を切って外から13番レッドアネモスが楽な手応えで並んでくる。2頭の外から1番のスイープセレリタスがじわじわと迫ってくる。さらにハトノリュクス、外は16番マイネルサーパス、横にどーと広がって大外からは6番サトノエルドールが追い込んでくる。さあ先頭は13番レッドアネモス、内にコースを取っていく。外からは16番マイネルサーパスと間1番のスイープセレリタス、それを追って大外からは6番のサトノエルドール、あと100m、先頭粘る13番レッドアネモスに、外からマイネルサーパスが差を詰めてレッドアネモスゴールイン。13番レッドアネモス、外からの追撃を抑えて新馬勝ち。2番手16番マイネルサーパス、その後の3着争いも接戦。11番ビッテルスバッハ、大外から追い込んだ6番のサトノエルドール、3番手争いも接戦となりました。新潟競馬第5競走メイクデビュー新潟サラ系2歳の新馬戦、13番のレッドアネモス、最後は内出し沿いにコースを取ってしぶとく粘り通しました。2番手が16番マイネルサーパス、3番手争いは6番のサトノエルドール、11番のビッテルスバッハ、さらに内には1番のスイープセレリタス。勝ち時計1分36秒8、上がり4ハロン46秒6、3ハロン34秒3でした。